廃車後も保管されている、キハ5800小港鉄道キハ5800系、機動車は、小港鉄道が1960年に導入した、機動車である。日本国有鉄道の買収国電であった、クハ5800.5801を1960年に譲り受け、日本車両製造東京支店で、機動車に改造した車両である。 元は、鉄道院が1914年に製造したデハニーハに6465.6459で、荷物車も2 3 9 3 0 1 0に改造された後1936年に、三振鉄道を二乗とされ、交代化されて、で 301K301.302 となった。三振鉄道が国有化され、飯田線となった後も、同線で使用され、電送解除。 現運転台化を経て1953年の車両形式称号規定改正により区波5800.5801となった。1960年に国鉄から譲り受けた際に DMH17C 型ディーゼルエンジンを取り付けて機動車とし、小港鉄道では初めて液体変速機が採用された。車体にも改造が施され、再び両運転台となり、前面には 貫通扉が設けられて、前面窓は H5 指示となり、側面で入り口は扉が構成のものに取り替えられ、ステップが付けられた。台車はもともと装備されていた釣り合い量式の鉄道員正式型、電車用、明治45年式台車に、コロ軸受けか、同軸への砂箱増設などの改造を施し、一軸駆動の軌道車用台車として使用した。 貨物列車の機関車の代用としても使用するため、貨車を牽引できるよう連結機は、車論式自動連結機に交換した。導入に際し、ヘッドライトもキハ200系同様の二等式に改められている。車内はロングシートであった。車両番号は国鉄時代の区ハをキハに変更したのみである。1960年3月18日付で、上設計変更認可を受け、 同年4月から運用開始した。その後、1977年までに増備が進められた、キハ200型に置き換えられ、キハ5801は1978年1月に廃車となった。キハ5800は、他の機動車がキハ200型に全て置き換えられた後も、予備車として長い間在籍したが、1997年3月に除籍され、 ご意機関区の研修庫内に保管されている。通常は非公開だが、イベント等の際に公開される。2017年8月27日に、小港鉄道の創立100周年事業の一環として、一般公開のイベントが行われた。また、2019年も6月から9月にかけての、計一課間、一般公開のイベントが行われた。2019年3月29日、 市原市は小港鉄道機ハ5800形式機動車不機動車台帳及び修繕表として指定文化財に指定した。ありがとうございます。